さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭は川内伊達男、川内伊達男先頭、リードを広げにかかります。2番手はシンボリエリート、残り 200m、 川内伊達男先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はシンボリエリート、川内伊達男独走、川内伊達男ぶっちぎりです。川内伊達男1着、2着はシンボリエリート、これは桁外れの強さだ。川内伊達男。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わって川内プリンセス、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は川内プリンセス、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m、 川内プリンセス先頭だ。残り 100m、 川内プリンセス先頭、アドマイヤキャット食らいつく。川内プリンセスゴールイン、川内プリンセス1着、2着にはどうやらアドマイヤキャット、一番人気に応えました。川内プリンセス見事です。京都競馬場、三歳牝馬による最後の大レース。夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のレイクホーク、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。ダンシングカラー前に行きそうです。フレンチセレナード、それに続いています。さらには東マジョルカ、10番ミルフォードスルー、その後ろリンデンリリー、後方からもう一度先頭から、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。一番人気のスカーレットブーケ、現在馬群の中ほどにつけています。カワチシルキー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から、先手を取ったのはダンシングカラー、イソノルーブル、それに続いています。青の帽子シルクスタイル、その後ろすぐ隣にフレンチセレナード、その横に東マジョルカ、その外にレイクホーク、その外からジェットスケール、その外にアイキカンムギ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はダンシングカラー、2番手はシルクスタイル、イソノルーブル、3番手スカーレットブーケ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダンシングカラー、イソノルーブル、その後ろレイクホーク、その後ろ第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ダンシングカラー先頭、あと 200m、 先頭はイソノルーブル、先頭はイソノルーブル、イソノルーブル先頭、ダンシングカラー追いすがります。イソノルーブル、わずかにイソノルーブル体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。